別れだ、兵長。部下思いがあんたのことだ。多少大きくなったぐらいで何にも悪くない部下を切り殺したりなんかしないよな。ないんだと。どうして任務中に酒がいる。兵長、これは憲兵の連中しか飲めなかったマーレさんの貴重なやつなんですよ。少しくらい楽しみがないと。紅茶があるだろ。兵長、めんどくせえな。いいだろう、持っていけ。くっさ、ジークの脊髄液がワインに。いつから仕込まれていやがった。体が硬直する予兆はなかった。嘘だってから。くそ、はい、動きが普通じゃねえ。これもジークの仕業か。バリス、まだそこにいるのか。決別だ。お互いを信じることができなかった。全世界の勢力がもうじきこの島に集結してしまう。それがどういうことか分かっていない。自分たちには力がある、時間がある、選択肢がある。そう勘違いしてしまったことが、リヴァイ、あんたの過ちだ。まあ俺の真意を話したところで分かりっこないだろうがな。いけ！なんだよ、もうまたかよ！必死だな、ひげ面野郎。お前はおとなしく読書する以外なかったのに。なんで勘違いしちまったんだ。俺から逃げられるって。部下を巨人にしたからって俺が仲間を殺せないと思ったのか。俺たちがどれだけ仲間を殺してきたか知らねえだろうに。よう、ひげづら。てめえ、くせえし、汚ねえし、ブサイクじゃねえか。クソが。まあ、殺しゃしねえから安心しろよ。すぐにはな。